しかし、映像から分かってきたのは。吉沢容疑者が運転する白いワンボックスカーは正面から歩行者にぶつかっており、目撃者によると、ドンって音はした。衝突の際大きな音がしたという。さらに歩行者を跳ねた瞬間、一旦スピードを緩めたが、なんとすぐに加速した。ブレーキランプは一瞬で消え、スピードをさらに上げて走り去っていくのがはっきり認識できる。実はこの時、現場にいた人からは怒号が上がっていたという。戻れという声が聞こえなかったのか、無視したのか、そのまま車は走り去った。どんな気持ちでアクセルを踏んでいたのか。その15分後、吉沢容疑者が110番通報し、現場に戻った時の様子を目撃した人は。前方の左側が、まあ、結構へこんでる感じで、どっか壁とかに当たったのかなって思うぐらいの、まあ、へこみ具合ではあったっていう感じです。まあ、マスクして憔悴してうつむいてたんでっていう感じですね。パジャマみたいな格好でしたからね。大きな衝突音や怒号に本当に気がつかなかったのか。そして歩行者を跳ねた後に加速した吉沢容疑者は、本当に逃げるつもりはなかったのか。供述で吉沢容疑者は、歩行者を跳ねた後、車を止めたくても駐車車両があったためできなかったとしているが、この映像を見る限り前方に車はなく、すぐにその場で止まることができるような場所に見える。さらに別の日にこの現場の先の道路を走ってみても、十分に駐車できる場所はあったことがわかる。元千葉県警の交通事故鑑定人、熊谷宗則氏が指摘したのは。ひき逃げで逃げる人っていうのは止まろうとしたけど止まる場所なかったっていう言い訳は私もよく聞いた内容でして、ひき逃げの言い訳で大体決まってるパターンがあって、止まる場所がなかったというのは、ひき逃げ事件を起こした容疑者の言い訳の一つのパターンだという。週刊誌フライデーによると、気が動転していたと供述しているというが、映像を見ると歩行者を跳ねた後にスピードを上げた後、車線変更しているのがわかる。さらに次の赤信号ではちゃんと停止していた。冷静な判断も見せていることがうかがえる。この時バックミラーやサイドミラーで後ろの現場の状況をどんな気持ちで見ていたのだろうか。2000年モーニング娘。絶頂期に加入し、リーダーも務めた吉沢容疑者は2007年にグループを卒業したが、実は当時21歳のこの時、ある悲劇を経験している。当時16歳だった最愛の弟が自転車に乗っているところを車にはねられ亡くなったのだ。当時の吉沢容疑者の憔悴ぶりはかなりのものだったという。
弟の事故の後、吉澤容疑者は警察署の一日署長を務めるなど、積極的に交通安全キャンペーンに参加。ブログでも、最近は自転車での交通事故が特に増えているそうです。ルール、マナーを守り、快適に乗りたいですね。今となっては虚しさも感じるような言葉で交通安全を呼びかけていた。そして私生活では2015年 IT 企業経営者と結婚、男の子を出産し、ママタレとしても活躍していた。実は去年9月にも対向車と衝突する事故を起こしている。私が運転する自動車が対向車と衝突する事故を起こしました。事故後、私はそのまま現場に残り、駆けつけた警察官に対応しました。現在警察が当時の状況を調べており、私もこれに最大限の協力をしていますとブログで説明。事故後現場に残り真摯に対応したという。しかしそのわずか1年後、逮捕後、吉澤容疑者の呼気から検出されたアルコール量は 0.58mg、 酒気帯び運転とされる基準値 0.15mg のおよそ4倍。この数値についてアルコール治療に詳しい新宿東ハートクリニックの中田院長は、酩酊状態にもあると。じゃあ酩酊とはどういうことかっていうと、まあ、千鳥足になる、で何度も同じことをしゃべる、呼吸が速くなるっていうような、ね、症状的には運動失調状態になるので、冷静な判断は、まあ、普通できないと思うし、運転ということにはなかなか結びつかないですよね。個人差はあるものの、運転するための判断力には到底及ばない状態だという。実は飲酒の量についても吉澤容疑者は嘘をついていた可能性が浮上している。この決定的瞬間を捉えた動画によって、次々と浮かび上がる飲酒ひき逃げ事件の真相。吉澤容疑者がついた4つ目の嘘とは、この後スタジオで詳しく解説する。はい、さてたった今速報がとして一つ情報が入ってきたようです。吉澤容疑者がこの今映像でご覧いただいた交差点付近で女性をはねた後ですね、その吉澤容疑者の車を追って行った方がいらしたそうです。で、吉澤容疑者が止まっていた車に窓を叩いたところ、車を降りることを拒否したということで、そのまま走り去ったという情報が入ってきているようです。またこれについて詳しいことが分かりましたらばお伝えしたいというふうに思います。スタジオのゲストをご紹介します。はい、今日は交通事故鑑定人で法科学鑑定研究所の熊谷宗則さん、そして高野ビルクリニック院長の船越文人さん、お二方にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと今の最新情報はとても気になる話だったので、まだという情報という上空からの、はいですね、もうちょっと確たることが分かりましたら、はい、お伝えしたいと思います。はい、まあ、今のドライブレコーダーの映像というのは本当たまたま撮られていたことによって、吉澤容疑者の供述内容にこれ嘘があるんじゃないかということがですね、いくつか散見されるわけですよ。もう明らかに矛盾だろうというほころびは見えてきますよね。はいはい、そのあたりですね、ちょっとこちら、皆さんの生活の中にも駅前の道路というのはどこにでもあると思うんですね。はい、今回は JR 中央線の東中野駅前で事故が起きました。はい、で東中野駅、これは右の方に行くと、大久保駅、東って西の方に行くと中野駅という JR 中央本線が走っていて、線路4本をまたぐ、まあ、跨線橋のような山手通りという
こういう通りが大きい通りなんですね。これが走っている道路、南側から北側に吉沢容疑者は車を運転中に事故を起こしています。南の方から走ってきて、ここが事故現場の交差点になります、はい、そして今の話というのは、この事故を起こした後、次の信号、これ赤信号なんですね。でここに止まるところまでドライブレコーダーの映像を捉えていますから、はい、おそらくこの事故を見た方がここまでおよそ40メートルから50メートル、はい、ここまで駆け寄っていって、ドアを叩いて出てくるように促したけれど、吉田容疑者は降りる気配がなかったという、まあ、新しい証言が今ここに来て出てきたということになるようなんですね。ちょっと今中継で話を聞いてみましょうか、はいはい、警視庁記者クラブ、加藤愛理記者が最新情報をお伝えします。加藤さんお願いします。はい、吉田ひとみ容疑者は今月6日午前7時ごろ、女性に衝突した直後、次の信号で停車しましたが、その際目撃者が窓を叩いて声をかけたにもかかわらず無視して逃走していたことが分かりました。また逃走の際、吉沢容疑者は SNS を使って相談をしていました。吉沢容疑者は調べに対し、缶チューハイ3缶以外にアルコールを飲んだと供述していますが、具体的な酒の量、種類や量を供述し始めていて、警視庁では飲酒の量の裏付けを進めています。また東京地裁は先ほど吉沢容疑者について今月26日まで勾留を延長することを決定しています、はい、あの加藤さん、この逃走するときに SNS で相談していたというのはどういうことですか。あ、そうですね、 SNS を使って、はい、まあ、知人の誰かしらに事故を起こしたことを相談していたと見られています。なるほど。そしてもう一度確認なんですが、はい、この事故を目撃した方がこの吉沢容疑者の車の窓を叩いて降りてくるように促したということなんでしょうか。はい、窓を叩いて、止まるように促したということなんですが、はい、窓を開けたりすることもせずにそのまま青信号で逃走してしまったということです。わかりました、加藤記者に最新情報を伝えてもらいました、はい。申し訳ないですけど勝美さん、はい、これ相当やっぱり悪質じゃないですか。だって追っかけてった人が降りろよっていう合図をしたわけですよね、うん、そのままやっぱり無視したっていうことになりますよね、まあ、だから動転してたっていう、ね、供述がありますけれども、はい、多分動転してあそこまで行ったとしてもですよ、はい、でもやっぱりその停車して電話とか、うん、停車して何かするんだったら分かりますけども、その後にまた走り去るというのがね、どうなんでしょう、うん、これ木村さん、やっぱり見てた人は降りろって、あと怒号も飛んだみたいですから、やっぱり走り去っていった、つまり逃げたっていう、そういう行為にこれは取られますよね、明らかな。完全にそうでしょ、うん、これ完全にアウトですよ。完全にアウトだと思います。わかりました。ちょっとあの細かいところをさん、まあ、そうですね、言い訳ができない状況であることがドライブレコーダー、はい、それから今の状況などからも見えてきたんですけれど、まずその駐車車両があり止まれなかったという部分、はい、ここもやはり今の映像を見ると明らかにこれは違うだろうと。それから逃げるつもりはなかったと言いながら、やはり現場から逃走していますから、ここもどうなのかなと。そして気が動転していたというところ、まあ、SNS を使って何らかの対応を取ろうとしていたというのは、じゃあ果たしてそうなのか。それもアウトなの、はい、運転中に SNS 使うのもアウト。それもいけない。そうですね、停車してね、さっきのなんか流れだと、まあ、その文春の、あの記事の流れだと、その止まってご主人に電話してっていう、はい、それだったら止めてやればね、だからその連絡なのかもしれないですけどね。だってやりながらそのまま走り去るってことは、やっぱり携帯でやりながら運転してるってことですか。そういうことですね。でも警視庁からのさっきの報告では、やはり運転中ですね、あれね、あの状況は、はい、そしてそのアルコールの量、午前0時ごろまで缶チューハイ3缶を飲んでいたと、これもですね、明らかに、まあ、矛盾があるというところを紐解いていきたいと思いますけれど、現場のこの駅前なんですけれど、はい、ドライブレコーダー、これ停車している車からの映像です。どういう状況で車止まっていたのか、ちょっと現場